米国のマイク・ポンペオ国務長官は18日、複数の地域放送との相次ぐインタビューで、北朝鮮の、検証された非核化が先行されてこそ、米国が北朝鮮に明るい未来を約束することができるとの立場を強調した。ポンペオ長官はこの日、KCM をやかむ。 B98 など下院議員時代に自身の地域区だったカンザス州地域のメディアとのインタビューで、検証された比較化明るい未来という順序を早急に固め、当時国が同意できる方法でこれを遂行し、南北国境の緊張感を沈めなければならないとし、このように述べた。また、これは、 我々の重要なパートナーである基本と韓国にとっても重要であり、さらに全世界において重要なことと強調した。